い、皆さんおはようございました。こんばんは、キロマッキーです。はい、というわけで赤坂の新規オープンサウナのラッシュも終わりまして、久しぶりにホームタウン上野に来ました。いやー、今日はですねゴールデンウィークの中日ということで、さらに天気もねもうめちゃめちゃ快晴なんですよね。なんでこのいつもの休日よりも 2,3 倍くらい人が多いんじゃないですかね。もうねものすごいことになってます。いやすごいな本当に。これだとサウナも激混みしてるんじゃないかっていうね不安もあるんですが、とりあえずね久しぶりの上野を楽しんでいこうと思います。それでは行きましょう。はい、今雨横をぶらついてるんですが、とんでもねえ人っすね。やばいっす、大行列、なかなか進まないっすね。すごい、こんな感じ。これはまだ空いてる方っすね。前方がとんでもないことになってますね。ゴールデンウィークだもん。ゴールデンウィーク恐ろしい、やばい。はい、というわけで今回はオリツーに行きます。久しぶりなんでねめちゃめちゃ楽しみですね。行きましょう。お、ゴジロウリュウ行けるかな。よし、じゃあ5時を目標に行こう。ギャラクシーロウリュウ、よし行きましょう。5時は三つ星だもん。鬼滅じゃん。熱星だ。柱が熱波してくるぞ。勝又さん。もうさ、なんか名前がすごいよな。みんな熱波城。行くか。おはようございました。はい、というわけでオリツー行ってきました。いやーめちゃめちゃ良かった。相変わらずのあのバッチバチの暑さね、本当に最高。もうねやっぱり通いたくなりますよオリツーは。あとは熱柱勝又さんの熱波ね、いやーすごいね。あの話術が達者でめちゃめちゃね、お客さんを盛り上げてくれる感じの熱波師さんでしたね。あと熱柱っていうんでね、熱の呼吸とか何か使うのかなと思ったんですけどね、そんなことはありませんでした。はい、いやでもめちゃめちゃいい熱波受けさせていただきました。いやーもうね体がもうポカポカしててね、最高に気持ちいい、たまんねえわ。はい、というわけで久しぶりにこのオリツーのサウナを堪能しまして、もうね体がもう満足しちゃってるんですよね。もうすごい心地よい疲労感がもう襲ってきてます。はい、というわけでもうね今日はお酒を飲まずにこのまま帰ってゆっくり寝たいなと思います。この間飲んだ時にあそこで、さあ締めです。ここが食べたかったんですよ。最高にうまいんですよね。ただめちゃめちゃ並んでるっぽいですね。来ますか。今行列の最後列にいるんですが、20人ぐらいは並んでるかなと思います。ただそれくらいうまいんですよ。ここたまんないんですよ。しかもお酒の後に飲んだらもうね飛びますね。幸福感がやばい。
ここに来るとこなんかこの謎の幸福感が全身を駆け巡るんだけど、やばすぎる。このぐらい濃くないとやっぱ普通であの濃さって、あれ濃いめとかにしたら相当しょっぱいよな。普通でもう十分濃いよ。いや、あのガツンとした濃さがマジでたまらんわ。はい、というわけで自宅の近くまで帰ってきました。いやー、オリツーのサウナで蒸され散らかしてお酒飲んで家系ラーメンで締めて最高の一日になりました。いやー、今回行ったオリツーとあとすぐ近くにあるオリワン、これがですね本当に強烈な暑さで癖になるんですよね。あと熱波もめちゃくちゃ気持ちいい、本当に最高でした。新規オープンのサウナはもちろん過去にね巡ったサウナ施設もじゃんじゃんアップしていこうと思いますので、よかったらまた次の動画も見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。